はい、どうも、ジューです。スーパーマリオ 64DS パート21やっていきましょう。さあ、前回の続きからですね。さあ、今回もパワースター集め進めていきたいと思います。さあ、現在86枚までスターを集めたんですよね。前回は、マリオのあそことルイージのあそこまでやったので、じゃあ今回はワリオのあそこやっていきたいと思います。ちょっと語彙力があれなんですが、そう、救出するところですね。なので、あそこに行くためにはルイージが必要なので、とりあえず、そこを目指していきましょう。はい。とりあえず、ここ開けて、はい。で、ここ開けて、で、ここで、パワーフラワーを取ります。はい。で、ここに行って、まあ、まずは普通にやってしまいましょう。はい。なんか雪の国にドンケツがいるのもなんかちょっと変な感じもしますけどね。待て、オッケー。で、こう来て、はい。で、ここで、ワリオに変身して、やっぱりワリオだとこれ、吹っ飛ばせる力も大きいね。はい。で、ここ。で、ここに行きます。強風注意。この辺りには強い風が吹いています。とっても重い体にならないと風に流されてしまいます。そう、これなんだよな。普通に行くとこんな感じで、もう本当にね、もう制御できないんですよ。で、そこで活躍するのが、これ。はい。これを使います。メタルワリオに変身すると、これも一切これ、受けられなくなるんですね。で、こうすることによって、はい。これでスターが出てきました。ということで、スターゲット!はい、これで87枚目ですね。いいね。確かもう、8枚コインはもうやったと思うんですが、ちなみにこれ、あれ、普通に戻れるんか。戻れました。じゃあ、ちょっとせっかくだから、ちょっとあれ、ちょっとワリオの状態であそこ行きたいので、せっかくだから、ちょっとあれだな。はい。こう来て、危ね危ね危ね。せっかくだから、ちょっとワリオで、キングアイスドンケツに会ってみたら、ちょっとあれ、ちょっとあれ見たいよね。なんで、そこれをやってもよろしいでしょうか。はい。OK。で、こう来て。待て、落ち着け。で、こう来て。で、ここで登って。はい。で、こう来て、入っていく。はい、来ちゃー。そこのヒゲ、わしは冬の王様、キングアイスドンケツだ。わしより偉そうなヒゲをしている奴は、みんな閉じ込めてやるのだ。ん?お前、この前閉じ込めたヒゲをとりそっくりだな。まったく、今の世の中、どいつもこいつも偉そうなヒゲをしとって。よーし、ヒゲをかけて男と男の勝負だ。さあ、行くぞ。待て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 。落ち着け。待て、オッケー、こう来て、ここに誘い込んで、オッケー、そういうこと、危ない!あー、落ちちゃったけど。まあいい、まあいい、まあいい。まあ、こういう感じでしょう。オッケー。ステージが狭くなった割には、これあれだよ。これ落としやすくなったんじゃないかな。オッケー。よし、オッケー。こういうこと。オッケー。さらに狭くしていく。はい。はい。はい。で、ドーン。やばいやばい。これで、ドーン。はい。行って。で、こう来て。はい。やばい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 。はい。待て、落ち着け。これ、キックの方がいいんだよな、これ。やばい。まずい。とりあえずコイン取って。オッケー。
よし、オッケー。これ押してしまえばこれいけるんだよな。くそー、負けた。ああ、わしのひげよ、わしの人生よ、わしの生きがいよ、おさらば。ああ、消えちゃった。ちゃんとワリオで変わりましたね。はい。ということで、スターゲットです。スターじゃねえや、これ鍵ゲットですね。はい。ということで、まあ、これで一応、これクリアしたね。はい、という感じだということが分かりました。さて、これ実はこれあれがあるんだよな。ここに、透明の状態でこのドアに入ろうとすると、なぜか真っ白な部屋があるんですね。なんでなんでしょうか？で、ここら辺には透明な壁があるんですが、で、ここで、スターをゲットしていく。はい。思わぬところでスターを手に入れた。これはマジで思わぬところだ。これ、あれだよ、これ。6万にはないからね。まあ、はい。で、ここで、鏡を抜けていく。今、隠れスター24個か。はい。で、ここ、確かこう、隠しスターが、これ、キノピオが持ってたと思うんだけど。ルイージさん、大活躍ですね。人気高まってます。もしや、マリオさんのようになる日も近い？あ、ここはもう、スターをゲットしていますね。オッケー。じゃあ、せっかくどうしようかな。あと、やばいのが、ファイヤーバブルランド。ファイヤーバブルランドか。まあ、とりあえず、やりに行きましょうか。はい。危ない。ジェスタクが来るなんで、もうこのままルイージでやっちゃいます。ファイヤーバブルランドと、あと、あっちっち砂漠もまだだよね。8枚コインはやっていないので。だよね。あ、そうだ。まだ8の5すらやってないわ。どうしようかな。じゃあ、まあ、ここはもう、ファイヤーバブルランド行っちゃいましょう。はい。こう来て、はい、突撃。7-7、炎のシルバースター。ついでに100枚コインも集めたいな。100枚コインで、そうだ、ワリオでしか壊せないレンガがあったので、まずはそこを壊しに行きましょうか。待て。ここ全体的に落ちやすいから気をつけた方がいい。はい。で、こう来て。はい。ねえ、こう来て。はい。まずいなぁ。やばいやばい、危ねえ。いいよ。とりあえず、コインを集めさせてくれ。で、こう来て。まずい。いいよ。で、こう来て。とりあえず、少しずつコインを集めていこう。で、ここで、ワリオに変身していく。待て、こう来て。よし、オッケー。待て、オッケー。で、そうした後に、危ない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 。やばいやばい、危ねえ。はい、で、こう来て。で、OK。で、そうした後に、ちょっと待ってー。危ねえ危ねえ。もうマジやれるから、これ。で、ここで、お、青コインスイッチがありましたよ。わ、やべえな、これ。じゃあ、押していきましょう。はい。はい、こう来て。OK。あー、1枚取り逃した。あー、62、今。OK。これでまず1つ目。待って、あと5つどこだ？あと4つ。あと4つだよ。やばい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 。わー、ここは当たり判定ないのか。それは初めて知った。まずい。OK、いいよ。待て、ついでにこのアイク倒せないか？待て、動きが早いなら、OK。待て、早く倒れて、OK。よし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 。まずいって。やばいやばいやばい。もうここで止まろう。
ここで止まって行って、やべやべやべ。オッケー、これで100倍コイン達成だ。素晴らしい。やばいやばいやばい。行って。はい。ということで、行ったー。まあ、これはすぐ行ったね。よし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 。行って。待って、あと1枚は?まずいなぁ。やばいやばいやばい。こう来て。いけ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 。とりあえず邪魔だから落とした。で、あと1枚が、そこの左側にあるんだよな。とりあえずそこを目指せなあかんことと。待て、オッケー。はい。待て、ワリオ動きづらいな。じゃあ、ここはマリオに変身しましょう。はい。で、こう来て。はい。ナイスー。はい。左側にありましたね。よし、オッケー。素晴らしい。はい、これで無事、スターをゲットしましたね。これで、ファイアバブルランドは、完全攻略でございます。ということで、炎のシルバースターキャッチ。やりましたね、これは。よし、じゃあ、次。じゃあ、今度はここですね。まあ、もうちょっと時間あるんで、やっていきましょう。8-5、鬼マス君のスイッチスター。これはワリオで行かねばならぬかよな。はい。マジ、うわーだわ。待って、スイッチスターがどこにあるかなんだよな、これ。待って、その前に。待って。オッケー。で、ここで鬼マス君を、で、こうして、で、ここまで移動しなければならない。はい。待て、落ち着け。待て、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 待て。待てよ。よし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 。オッケー、あー。待て、落ち着け。はい、はい、来たー。で、こう来て、あそこまで戻らねばならぬけど。待って。やばい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 。やーやべえやべえ。まずいな。待って、せっかくだからこれ、ワリオ、これあれなんだよね。これ、鬼マスクを攻撃するとね、あれができるんだよな。待って。ちょっと今、危険地帯だから。はい。あと打ちつけ。待て、どこまで移動するかなんだよな。待て。オッケー。で、こう来て、ここまで移動して、で、パンチ。そうすると、鬼マスくんが、もうワリオ、力やべえよ、これ。はい、で、こう来て。で、こう来て、えい。はい。ここにあるとあれなんだけどね。待て。待て。この鬼マスクはちょっとあれだな。待て。押し付け。やべえな。で、こう来て、オッケー、スイッチスターが現れた。スイッチスターが出たので、で、ここで走っていく。危ねえ。今マジ落ちるとこだった。もう一回。はい、これもう普通に踏んだ方がいいな、これ。待って、これ落ちたらダメだ。はい。で、ワープして、待って、どこ?オッケー、ナイスー!これはワープが前提になってるんで、もうこれはもう、ワープした方がいいっす。よし。はい、鬼マス君のスイッチスターキャッチー。やりました。これで91枚までスター集めましたね。残りがあと59枚なんで。じゃあ、こっから先は次回にしましょうか。じゃあ次回、あっちっち砂漠の完全攻略目指して頑張っていきたいと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、サブチャンネル、ツイッター、TikTokのフォローもよろしくします。それでは、さよなら。